ではこちら品番が5620C のカラフルロゴ T シャツです。はい、お色はホワイトとネイビーの2色展開で、お値段税込み3590円でございます。はい、はい、ではブーちゃん早速ポイントお願いします。はい、これはですね、1枚着るだけで本当におしゃれ見えするロゴ T になっております。はい、はい、でカラーがね、ロゴのカラーはホワイトもネイビーも同じカラーなんですけど、うん、このホワイトとネイビーのカラーは違います。はい、ロゴのカラーは一緒です。一緒です、はい、でロゴもね、めちゃくちゃ可愛くてゴシックタイなロゴで、かっこいい、めちゃくちゃね、カジュアルな感じに着ていただけるんじゃないかなと思います。うん、はい、ネイビーって結構珍しいので、ロゴ T で、うん、あんまり見たこと、ブラックは結構見るんですけど、ネイビーのロゴ T とかすごい珍しいと思うので、うん、デニム合わせとかすごい相性がいいので、コーディネートデニムもすごいしやすいんじゃないかなと思います。はい、結構ね、お尻も隠れるぐらいの丈感で、うん、ロング丈なんですけど、なんて着られてる感がないシルエット、ビッグシルエットなんですけど、なんていうの、横幅、身幅がそんなに広がりがないんですよ。なのでストンと落ちてくれるのがすごい嬉しいポイントです、うん、はい、ちょっとね、大きめだけど細見えするのがすごい嬉しいポイントかなと思います。以上です。ありがとうございます。はい、はい、そう、可愛いでしょ、本当におすすめです。そう、オーバーすぎなくていいですよね、これは。うん、うんうん、そう、なんかインスタが止まってしまった。青原さん、全然です。うん、鏡になってるよね、ロゴ。あ、え、鏡、あ、そう、画面で見たら鏡になるか。あ、そういうこと、そういうことか、わからない、うそうかな、ちょっとね、こっちの画面が止まっちゃってて私も見えなくてごめんなさい。あ、けいこさんが、オータムさんはネイビーあまりかなと思ってたけど、ぐーちゃん似合ってるねって、かわいいって。多分このネイビーは明るみがあんまりない、深いものネイビー。あ、確かに確かに。っていうのと、ここオレンジ関係あるかな。オレンジっていうのもなんか、まあ、家でみたいな。家での特にだろ。そう、うん、そうな気がします。うん、はい、ね、あ、マキさんが、あなたの人生に拍手って、あ、意味ね、なるほどね、セルフ、ユアセルフ、いいですね、ダサダサすぎ、確かに、もうちょっとかっこよくしたかったはい、あ、かつみさんがどっちの色が好きですかって。え、でも私こっちかなと思ってたんですけど、うんうんうん、こっち意外と好きかもしれない。しかもあんまり持ってないネイビーの T シャツを、なんですか、このカラーがすごい好きかな。ほら、配色もなんかアメリカンな感じで、うんうん、私もすごい好きです。ですね、確かに、ね、はい、ネイビーってほんまあんまり見ない、うん、ね、見ないですよね、うん、見ない。ロゴ T 絶対ブラックじゃないですか。うん、なんか白とブラックみたいな、そう、白とブラックみたいな感じでカラーが違ったりするんですけど、うん、ネイビー絶対珍しいなって思います。うんうん、珍しい、今踏んじゃいました、ごめんなさい。こんな感じです。身幅がこんなに、そんなに広がりがないのが嬉しい。こう見てください、ストンって落ちません？あ、確かに、ね、こうストンって落ちてる。広がりがあるロゴ T って多いと思うんですけど、これはそんなに、うん、目指しにくいかなと思います。うん、横幅とか、はい、ネイビー汗じみ目立ちますか？汗じみ検証してみましょう、してみましょう。あ、あ、あ、あるんです。ちょっとね、目指していきます。あ、結構塗ったんですけどね。あ、え、あんまり分からない。おうおうおう、裏がこれぐらい濡れてます。今結構べっちょり裏濡れてるの分かります？ここね、ここね、ここね、うん、そう、でも思ってこんな感じ、あんまり目立たない、てか全然目立たない、うんうん、若干って感じですね。若干やね、はい、でもそんななんか私もっと目立つかなと思ってたけど、あんまり目立たない、うんうん、気がします、うんうん、はい、まあ、結構使いやすそうですね、ネイビーも、うんうん、いけそうでございます。はい、うん、じゃあせっかくなんでぐーちゃんももう一個なんか、そうですね、着替えていきましょうか。はい、はい、お願いします。マイマイさん、柄物スカートもありますか？合います。私今ちょっと柄物、イズシのオリジナルスカート履いてきたんですけど、ちょっとでも全然柄物でもいけますね。なんかドットでもいいし、私さっき今日の新作のギンガムチェックと合わせてたんですけど、でも全然あったのでこれは大丈夫でございます。はい、柄物でも何でもいけますよ。うん、あ、れいかさん、まみじくーちゃんこんにちはって、ありがとうございます。可愛い T シャツでしょ、本当に。なんか本当この袖の感じも短すぎない、二の腕もやっぱりちゃんと隠れるので細見えにもなると思います。インもしやすいね、長さですし、オーバーすぎたら結構やっぱ本当この辺りがごわついちゃうんですけど、これはいけます。はい、ありがとうございます。可愛い顔出て全然です、嬉しいです、そう言ってもらえてありがとうございます。うん、ロゴはね、なんて書いてあるんだっけ、クラップ for yourself、 クラップ for
わせたあなたの人生に拍手ですってちょっと私は英語が苦手なものでしてごめんなさい。あちささん今から参加します。 T シャツのロゴ色味かわいいでしょ。なんか上はねなんか紫けどなんかちょっとなんか柔らかい紫ですよね。なんか私この紫をどっかに見たことあるんだがわからない、思い出せないと。なんか下は朱色、朱色、朱色あれなんかあれじゃん、インクの色じゃないこれ。あー確かに、うん、私たちが塗ってるリップの色。あーあれ何色だっけ。テラコッタ、テラコッタ、何色だろう。テラコッタかな。でもなんか意外となんか絶妙な色感してるのでなんかニュアンス的な感じで可愛いと思う。なんか真っ赤と真紫じゃないんでちょっとニュアンスチックな感じで可愛いんです。私はおすすめですこの T シャツ。結構あのメイン100なんでさらってしてるんですごい着やすいですし、かといって別に薄いわけじゃないんでインナーも白でもそんなスケスケにはなってないので程よい厚さかなと思います。はいはい。あ、可愛い。あの、あんまりしたことない色合わせをしてきたんですけど全然いけますね。いけるいける。ネイビーいけますね、うん、結構いきなりのパンツとも相性いいのかなって思いました。可愛い。こんな感じで可愛いですね、うん、ネックレスとかこうしても可愛いかも。パールとかあ、絶対可愛い。しようしようしよう。あ、あ、あ、すぐ取れると思ったのに。あ、いける、いける。もうどうかここでここでします。こんなにも引っかかって、こんなにこんなにもかっこいいね。ね、かわいいですよね、うん、洗ったらロゴペリペリになりませんか。あ、どうだろう。でもそんななんかねめっちゃペリペリになる感じはしないですが、うん、まあ、あのネットとかに入れてもらった方が長持ちはするかなと思います。はい、うん、ね、パールネックレスと相性めっちゃ抜群。あ、かわいい、かわいい感じです。いいですね。はい、あ、マクさんが素敵コーデやーってね。素敵コーデですね。ね、うん、ネイビー結構好きかもしれない。うん、かわいい。はい、そんな感じです、うん、ペリペリにはならそうですね。うん、まだシャワー乗る感じはしないかな、うん、しないと思います。しないが、うん、でも全然ね、この生地感とは違います。生地がやっぱりこっちの方が涼しそうではある。うんうん、でも生地しっかりしてて、あのこっちの方が柔らかくて、なんていうんだろう、サラサラな感じ、うん、こっちはね、ちょっとね、汗をちゃんと吸収してくれそうなサラサラ感があります。全然生地感が違う。あ、いいですね。いいですね。かわいい。ちょっとゆるっと感がかわいくて、うん、ゆるっと。そう、これはね、昨日再販したあのパンツなんですけど、うん、もうめっちゃ楽で、めっちゃ楽そう。そう、すごい楽です。これは、うんうん、おすすめでございます。はい、はい、じゃあコメントは大丈夫そうかな、うん、と思いますので、はい、じゃあ次ぐーちゃん着替えていきます、はい、お願いします。